速稼塾の久保です。まあ、私がお勧めしている Google マップの中にある機能で、Google のですね、まあ、なんていうんですか、口コミをたくさん書く人ってのがいるんですよ。で、今回は私もね、 Google の口コミを書いたところがかなりの閲覧数で、あなたが追加した場所が人気を集めていますよってことで Google からメッセージいただきましたので、お話していこうかと思います。このようになっております。岡山県笠岡市の太陽の丘広場、丘公園というところがありますけども、何の変哲もないね、公園なんですけども、ちょっと大きめの公園ですよね。で、ここの写真を掲載して口コミを書いたところ、あなたが追加した場所が20万回閲覧されましたということで、見られています。いや、非常にいいですね。これ、過去に1回ね、こういう書き込みをしただけなんですよ。2017年の4月8日です。ふらりと言った時に写真を撮って、ここにその写真とともに口コミをしたんですけども、20万アクセスですね、撮られていたんですよね。だから YouTube でね、20万アクセス撮ろうと思ったらなかなか撮れないですけども、Google マップだといとも簡単に撮れちゃうんですよね。で、その他ね、私が上げた写真の枚数ってのが今まで7074枚あるそうですけども、閲覧数がなんと、1939,000、いやいや、1939,481。2000万回以上私の投稿がね、見られているということになります。はい。で、投稿した口コミなんですけども、400口コミして、高評価の数を395個。で、閲覧回数が668,500飛んで7ということになりますんでね、相当見られてますね。その他の実績として、閲覧回数が、6000回に達したのが笠岡鴻島の海の駅ということでございます。はい、そういうところもありましたね。で、その他ですね、写真単体で見ますと5万回、20万回、18,264回という形でかなり見られてるなってとこです。ちょっと行った旅先で写真を撮って投稿するだけでもこうやってね、高い閲覧をいただけますんで、いや、何よりもね、宣伝媒体になると思いますよ。まあ、これは築地に行った時ですね。築地の、なんかその海鮮丼を食べに行った時に、築地だから写真アップしとこうかって感じで、Google マップに上げたんですけども、ご覧のような閲覧数ですね。で、郵便局の自動販売機を撮った写真を上げただけでも、なんと1年間で7万回というね。で、これはスーパーですね。3万回。これはどこでしょうか？あ、なんか焼肉屋さんとタレの会社ですかね。はい、2万回ということでございます。その他ね、たくさんのコメントを書かせてもらいました。中にはね、旭川市の北西中学校ね、のいじめ事件があって、今でもね、なんか学校の隠蔽体質が全然拭えないんですけども、ここにも書き込みをしました。問題提起としてね、こういった使い方もできますということでございます。Google マップ、有効に活用していただきたいと思います。以上です。